はい、お世話になります。小栗洋品店、小栗健一です。今回は岡山ぶらり古着屋の旅2021、もうすぐ冬ということで西海岸真庭店さんにお邪魔したいと思います。2年前にもね、1回ねお邪魔してるんですよね。でその時もそうだったんですけれども、こちら道の駅久米の里で車中泊を楽しみまして、でなんかね、朝になったらさ、ね、映ってたかな、等身大ゼータガンダムがね見られる道の駅なんですが、西海岸真庭店さんね、もうすぐそこなんですけれども、今まだ7時ぐらいで開店が10時なので、ちょっとね移動したいと思います。はい、着きました、湯原温泉。うー、綺麗、これね、いい感じ。昨日は車中泊をしたんで朝風呂を一発隠そう、下半身、露天風呂、砂湯、これ霜を清めよ、これですね、露天風呂番付。西の横綱が岡山ユンバー、今からねここに入っていきたいと思います。うん、はい、お風呂入ってきました。すごく良かったです。人がいないタイミングを狙ってね、あのお風呂入ってるとこ撮影したんですけど、後で気づいたんですけど、脱衣所にねやっぱ撮影禁止みたいなこと書いてて、でちょっとそれをね流すのはいけないみたいなので、まあ人は映ってないんですけれどもね、今回はちょっと自重させていただきたいと思います。でもね、見てくださいこれ、このね紅葉が素晴らしいでしょ。うん、で、あの奥にねダムがあって川が流れてるんですよ。でその脇に温泉があるみたいな感じだから、こういう道路とかさ、向こうのホテルとかそういうとこからもう丸見えなんですよ。うん、で、まあ素っ裸で入ってたんだけど、なんか自然に包まれてそんな恥ずかしいって思わないような雰囲気があります。はい、で混浴ですよ。うん、混浴です。女の人いなかったんだね。で女の人はなんか近くの旅館かなんかで水着みたいなのが借りれるみたいなので、あのぜひ連れ立ってお越しください。でちなみに24時間やっております。で、無料です。すごいよね、こんな感じ。うん、温泉番付西の横綱湯原温泉、お立ち寄りください。なんか風がすげえ。いい、到着しました、西海岸真庭店。うん、これこんな感じなんだろうな、自然に囲まれた倉庫って感じです。よし、では行ってみたいと思います。シャッターにアートが描かれております。でね、トイレがねすいません、トイレの話するんだけど、このお店のさ裏にあるんですよ、外にあるんですよね。でこういう感じなんだよ。で、ついてすぐちょっと使わせてもらったんだけど、これ大丈夫かな？まあいいや。あの、すごい綺麗なんですよね。うん。ね。で、なんであえてトイレの話したかっていうと、もう本当に物量が多くてさ、すごい長居してしまうんだよね。そしたらトイレ行くこともあるでしょう。というわけで、まあ、トイレがね、やっぱ汚かったら嫌じゃない。うん、だからそういうところも気を使われてるんだろうなっていうことは感じました。では入っていきたいと思います。西海岸シンス1982、マスクの着用お願いします。ちなみにベートマスをね今日もつけて入っていきます。じゃあすみません、電話した送りというものなんですけど、
お世話になります。あ、いいですか。あ、大丈夫です。大丈夫。ありがとうございました。失礼します。はい、撮影は事前に電話をしていたので OK でした。なんかおしゃれになってる。店員さんもなんかおしゃれな女の子が対応してくれましたね。あの清浄機が欲しい。本当なんだろう。すごい倉庫なんですよ。こういうクレーンがあってさ、安全第一。何の倉庫だったんでしょうね。まあ、店内こんな感じ。ね、すごい広い。もうアメリカのスリフトショップってこんな感じ。なんならもうちょっとちっちゃいのかな。僕が行ったことあるところはもっとちっちゃいの買ったんですよ。だからなんだろうな、お宝探し感覚もすごく味わえますね。では早速見ていきたいんですが、今日はね、軍物やっぱちょっと見たいですよね。というのもね、なんとか軍っていう縛りもなく入れてる感じがするから、なんか面白いもんがね、あの最近流行りのヨーロッパ古着とかそういうのもね、見つけられるんじゃないかなっていうような気はしております。あとはね、シャツとかちょっと見たいですよね。あとスウェットとかシャツもこんだけありますよ。すごい。ではちょっと見ていこうかな。なんかいいのが出てきたら嬉しいな。どんなの行こうか。 M65 だよね、これは。ファスナーがこれなんていうの、YKK のさ、プラスチックみたいなやつ。あ、ちょっと破けてんな。でもいいと思います。3980円。これは何だろう。コート、アーミーコンバット、ユニフォーム。でもこういうのもかっこいいっていいかもね。なんか、1980円。これからどんどん人気が出てくるアイテムなのかなとも思いますね。これが何なのかよくわかんないんだけどこういうのとかね、これとかいいんじゃないの。これどこ軍なんだろう。でも古いやつなんじゃないのかな。あー、あったあった。 SPA って書いてある。スペイン、わかんないけど、4910円ね。この犬の鼻みたいなさ、質感のボタンね。わあ、すげえの出てきたな。エアフォース。なんか、買ったいこうか。なんか中入ってんのかな。なんだこれ。なんか洗濯のりのすげえやつ、つけましたみたいな質感ですね。こことか。BDU ですね。バトルドレスユニフォーム。そうだそう。2980円。メディアムレギュラー。あ、出た M65 の、サードタイプですね。XS3980円。これいいんじゃない。この間の動画でちょっと紹介した、ここちょっと開けてみようか。よいしょ。あ、はい、ちゃんとフードも入ってます。でしかもこのカムフラージュね、カムフラ柄です。僕が持ってるのは緑だから柄違いね。これちょっと欲しいな。これ買って帰ったらまた怒られるのかな。また同じようなの買ってっつってね。まあちょっとトッピーしときます。シャツ行ってみようかな。ネルシャツなんかいいのあったらいいなと思います。これな、似せてますね、完璧に。なんだろう、これが何なんだろう、わかんない。うわ、引っかかった。お、キングスロードのポリシャツ。ポリシャツね、今はちょっと着れんな。そうそう、コリが多いですよね、こういう系のアクリルとポリのコンボのやつ。なんかコリア製、韓国製が多いような気がします。お、リーバイス出たね。リーバイスのシャツ、サイズが M です。これ意外といいかもね。880円。ちょっとこれ取っといてみようかな。
ん、なんだこれ、バッファローチェックですね。何にもついてねえな。お、なんかついてる、ついてる、 L サイズ。うわ、なんか、うわ、RN がついてますね。メイドイン USA だね。映ってるかな。これはいいね。まぁ、ちょっと大きいかもしれないけど。バッファローチェックのビニールシャーツ。これちょっとトップ。あ、メイドシャツはね、ちょっと何枚か切ってしまったんで、次行ってみたいと思います。なんかコート系？ちょっと見てみたいと思います。うん、これとかさ、高見さんのやつですよ。お、え、ブレザー、かわいいじゃん。パリポン、なんでこれ良さそうだけどね。あったー、なんかついてるよ。オーバーコート、メンズール、メルトン、ピーコート73って書いてんな。40レギュラー、これは普通にいいやつなんじゃないの。なんかついてる、これピーコート、もう普通にピーコートなんじゃないこれ普通にピーコートってのも言葉がおかしいんだけどね。これおいくらですか。じゃーん、2980。うん、これいいんじゃないの。ちょっとトップしとこうかなね。力尽きる前に一回試着を。髪型がボッチャみたいになってる。ピーコートね、サイズが40なんでちょっと大きいっちゃ大きいんだけど、うん、M65 のウッドランド。あ、しかもこれサイズがいいっすね。 XS のショートね。これいいじゃん。あ、いいじゃんこれ。ちょっと大きいけどね、なんか80年代を感じる。これはいいと思います。さすがにね、巻いたりはしてないんだけど、この辺ロックの始末で。うん、でもこれかっこいいんじゃないかな。あ、ちっちゃいな。M。あ、でもかっこいいですね。ちょっとかっこいいけどさ。無理して、着れば別に、着れんことはねえみたいな。お、ジャージーズのセット XL、 これ意外といいんじゃないですかね。 XL だけどそんなにめちゃくちゃ大きい感じじゃないかな。ちょっと着てみようかな。あ、 BVD、 あ、いいじゃんこれ。 BVD のメイドイン USA の L ね。こう若い子とかいいんじゃないのこれ。え、にゃろめ？お？何これ？冷めたデザインのジャケットだなと思ったら、December 25th、 クリスマスのなんかジャケットなんですね。うん、いつも疲れる、本当に疲れる。では、帰りたいと思います。よし、はい、というわけで帰ってきました。いや、いい旅でしたね。楽しかったです。で、何枚か試着したんですけど、最終的に買ったのはこちらの3着です。では1枚ずつ見ていきたいと思います。まず1枚目、 M65 の
カモフラー柄です。これはね、サードタイプって言われてるやつで、まあ、大きな特徴としては、このジッパーがね、真鍮です。でね、これね、X スモール、SS のショートなんですよね。だからね、サイズ感がね、とてもいいと思います。ちなみに、これがもともと持ってたセカンドタイプっていうやつ。特徴は、ジップがね、アルミです。あとね、このエポレットがつくんですよね。ファーストタイプはこのエポレットがつきません。で、これが、X スモールのレギュラーなんですよ。それに対して、こちらが、X スモールのショート。だから SS のショート丈です。だからね、こっちの方がね、丈が長いと思う。ちょっと着て比べてみましょうか。はい、これが、レギュラー丈の SS。まあ、こんぐらいの長さですね。はい、サードタイプのショート丈 XS です。そんな変わんねえかなまあ年齢が違うんで何ともね一概には言えないんだろうけど、まあまあとりあえずなんだろう、サイズ感はさ XS だからすごく着やすいですね。僕ぐらいの体型にちょうどいいのかなっていう感じはします。こんな感じで、ちなみに寸法がはい、こんな感じです。これ概要欄にも載せておきます。はい、続きまして、じゃん。リーバイスの、なんか70年代か80年代ぐらいのコットンチェックシャツ。だいぶね、このシェイプが効いててね、形が綺麗です。M サイズなんだけど、ちょっと細いからどうかなとも思ったんですけれども、まあ、こういうのがあってもいいのかなと思って、ちょっと買ってみました。締めた時にちょっと窮屈かなぐらいの感じ。はい、で袖とかもジャストの長さかな。まあ、今これからの時期だったらこのシャツの肉が薄いのでこういうカーディガンとか合わせてもらってもゴワゴワならないですね。で丈感もね長すぎず短すぎずみたいな、なんで結構これもね使いやすいんじゃないかなと思います。寸法こんな感じ。はいはい、続きましてこちらのネルシャツです。これはねタグが取れちゃっててブランドが分かんなかったんですよ。ただその脇にこういう品表みたいのがついててサイズと品番とちょっと消えかけてるんだけど RN 番号が分かるんですよね。で RN 番号っていうのは、まあ、すごくざっくり言うと法人番号みたいなもん。だからその会社に振り当てられた番号なんですよね。でそれを検索するサイトがあって、でこのなんとなく見えるやつをわかんないけどまあいろいろバーっと打ち込んでいって14372っぽいんですよね。で14372っていうのは M Fine & Sons Manufacturing っていう会社の RN 番号で、この会社ファイブブラザーをやってるんですよ。ネルシャツで有名なあのファイブブラザーね。でおーっと思ってさらに掘っていったらノースウェストっていうブランドもやってて、どうやらそのノースウェストのシャツらしいんですよね。で、なんでそんなこと言えるかっていうと、もうほとんど同じやつを見つけることができて、色違いで、で、品番も一緒なんですよね。多分これで間違いないなという感じです。なんでこれはね、ノースウェストっていうブランドのネルシャツ。だからファイブブラザーの兄弟ブランドみたいな感じだと思う。だからね、納得のクオリティというかさ、ネルのこの厚手の感じがね、すごく雰囲気がいいなとは思ってたんですよ。だからね、あ、いいもの見つけたなと思いました。まあ西海外に行ってさ、お宝探しみたいな感じで行って、で、こういう風にブランドわかんなくって買ってきて、で、RN とか、まあいろいろ調べてっていうのもね、楽しいよね、と思いました。このアイテムはね、すごくそういう意味で楽しめましたね。ちょっと着てみます。はい、着たらこんな感じ。これサイズ L なんだけど、そこまで大きいよなっていう感じはしませんね。で、丈もね、そんなに長くないんでね、合わせやすいです。で、肩もまあこの辺だしね。だからそこまですごい大きいっていう感じはしないんです。で、肉もね、どっちかって厚め、ネルシャツといえばみたいな感じのイメージだと思ってもらって大丈夫です。いいですよね、やっぱバッファローチェックね。もう合わせるとしたら、単純にコートかね、ちょっと帽子変えようか。まあ、寒くなってきたんで毛糸の帽子かぶったりね。あらバッファローそうか、バッファローチェックだったらこっちか、やっぱハンティングと相性いいかもしれないですね。こんな感じ。はい、で寸法はこんな感じ。はいはい、というわけで今回西海岸マニワ店さんで買ってきた3枚の服紹介したんですが、ここでねちょっといいこと思いついて、オグリ洋品店 DB 今年登録者1000人達成させていただきまして、でこの間ね2周年
を迎えました。で、ここらで一発なんかね、企画をやりたいなと思ってて、で、ちょっとリクエストいただいてたのが、500人行った時に T シャツフォトコンテストっていう企画をやったんですよ。あの伝説の参加者2名の企画ですね。それをまたやってほしいみたいなリクエストがあったので、ここでね、またフォトコンテストとかじゃなくって、今回はぐっとハードルを下げて、小栗洋品店 TV 大くじ引き大会を開催したいと思います。イエーイ。いやはい、今回西海岸マニワ店さんで買ってきたこの3つのアイテム、これを視聴者の皆さんにくじ引きでプレゼントしたいと思ってるんですけれども、ただね、僕もこれ結構気に入ってるんですよ、だからこの中から1枚だけプレゼントするっていう形にさせていただきたいと思います。なので視聴者の皆さんは、はい、こちら A、B、C の中からどれか欲しいもの1枚を選んでいただいて、コメントでエントリーしてください。ちなみに寸法は概要欄に書いておきます。あとこの写真をね、例えばダメージとかあるかもしれないので、その辺はインスタに上げておきますので、そちらも参照していただけたらなと思います。で、この中から1枚くじ引きっていうんじゃちょっとつまらないので、僕が持ってるアイテムの中からいくつかピックして、それをさらにくじ引きをしてプレゼントするみたいな感じにしたいなと思います。はい、で、不正がないように来週の11月19日の金曜日夜9時からライブ配信でお届けしたいと思います。で、いつもは土曜日なんですけれども、1日前ね、19日の金曜日9時からライブ配信をしたいと思います。なので、ちょっと気は早いんですけれども、忘年会みたいなノリでさ、皆さんお酒とおつまみ用意して、オンラインくじ引き飲み会を楽しみませんか、という企画となっております。でね、この間ライブ配信したんですけど、ちょっとなんかわちゃわちゃしたんですよ。来週水曜日17日の夜9時からテストライブ配信をしたいと思いますので、ちょっとお時間ある方はね、そちらもご覧いただければなと思います。あ、そうそう、9時のエントリーの締め切りは18日木曜日いっぱい夜24時まででお願いします。そんな感じで、もう一度言います。11月19日夜9時からライブ配信スタートで、皆様と年忘れ大くじ引き大会を開催いたします。お酒とおつまみを用意して参加してくださいね。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。小栗洋品店、小栗健司でした。おいたら。